らっしゃいませ。まあ、職人として自分を成長させてくれるような経験ができていると思います。カナダに来た理由は、ニューヨークっていうのは世界的にも大きな都市ですし、いろんな美味しいもの、いろんな美味しいレストランっていうのがあって、ただカナダ、トロントってニューヨークから飛行機で約1時間ぐらいなんですけども、やっぱニューヨークに比べてしまうとそこに劣ってしまう、かなりマーケットが小さくなってしまうっていうのがあって、僕はそのトロントをはじめカナダ全体、バンクーバー、モントリオール全てにおいて その日本食、お寿司っていう文化を変えていきたいなっていうのでチャレンジするために来ました。熟成っていうのはもともと200年ぐらい前の文化が未だに残っていて、昔冷蔵庫がなかった時に魚をどうやってキープするか保存するかっていうのから始まったのがその江戸前の熟成という方法で、それはあくまでも保存をするための目的だったんですけども、今の現代において熟成とは保存させるためではなく、より旨味、美味しさを引き出すために熟成を行っています。